向きバンダ遺跡向き山、地区向きバンダ遺跡向きバンダ遺跡は、鳥取県最白軍大船長富岡、向き、長田及び、米子市淀江町福岡にある、弥生時代の集落遺跡。国の史跡に指定されている。遺跡の面積は156ヘクタールにも及ぶ、大規模なものである。洞の原築西側丘陵と、弓ヶ浜半島大船山系。 高齢山から続く丘陵上に位置し、日本湾を一望できる。島根県安杉市から、この無機場内跡まで、弥生後期に栄えた古代出雲の中心地であったと考えられる。1995年から1998年にかけて、京阪グループ主導によるゴルフ場建設をはじめとする、大規模リゾート、大山スイス村開発計画に伴い、 大船長と淀江町の教育委員会により発掘調査が行われた際に発見された。これにより自治体は遺跡と開発の閉存案を打ち出していたが、京阪側は初めから閉存はあり得ないと断言し、世間の批評も受け止め、開発できないならば中止もやむを得ないと当初から柔軟な姿勢をとっていた。そして全国的な保存運動も展開された結果、 京阪側が開発を断念、1999年12月22日に国の史跡に指定され、後に鳥取県によって保存、整備が図られている。なお、発見から全面保存に至るまで、地に春春しているのは、京阪が買い取った土地の買い取りが懸案事項であり、土地の買い取りに税金を投入する必要があったからである。また、 この一連の騒動の中で文化庁の対応も非常に迅速であった。これはキワンダがそれほどまでに歴史的重要かつ貴重な大発見であったことを物語るものである。また遺跡の保存には埋め直しを行わないといけないが発見後数年が過ぎた段階で到着している間に遺構の風化、荒廃が始まっており一国の猶予も許さない状況だったことにも 起因している。標高90から120メートル前後のおねじょうを中心に立地し、面積約170ヘクタールに及ぶ。この調査まで27.2ヘクタールが調査され、集落関係では、縦穴住居395基、掘立柱建物跡502基、墳糾墓24基、観光等が検出されている。一連の集落は、 弥生時代後期を中心に中期終わり頃から古墳時代前期初頭にわたって営まれている。いわゆる和国大乱の影響とされる高知性集落であるが、比較的大規模で長期にわたる例は少なく注目される。集落は、おおむね東側が居住地区、西側の丘陵先端が主張の母域といった構成で、後期中頃以前には、 ほらの原地区の最西端に看望が機能していたものと考えられる。また、居住地区は、縦穴住居と、掘り立て柱建物各3から4棟の単位によって構成されるものとみられ、弥生時代後期終わり頃以降では単や、玉作り、土器焼成などの活動が認められる。さらに最高所に位置する松岡市ら地区では、祭殿や主張の住居と推定される建物跡も、 確認されている。縦穴住居は全部で700くらいある。その中の大部分は小さくて深く、直径3から6メートル、深さ1メートルぐらいで、外から見ると屋根しか見えない。大きい縦穴住居は浅くて、直径6から8メートル、深さ0.5から0.7メートルぐらいで、外から見ても壁が見える。小さい方は土屋根で、大きい方は、 草ぶき屋根であろうと推測できる。さらに、大型建物のそばには、先に述べた大きい縦穴住居が必ずと言っていいほどある。これこそ有力者の住宅であろうと考えられている。弥生の終わりの3世紀中頃から4世紀ぐらいまでにかけて有力者も縦穴住居に居住していたと思われる。遺物は土器、石器、鉄器、破鏡等が出土している。 鉄器はヤリガンナ、オノ、ノミ、センコーム、クワクワサキ、カマ、鉄属等、弥生時代のもののみで197点が出土しており、大陸製のものも確認されている。ありがとうございます。